すっきく川町近辺にあった約1万2000年前の遺跡である。本遺跡は鶴見川の中流北岸の標高を53メートルの低大地上に位置する。神奈川県立川高等学校東側の台地で1977年から1978年まで江北ニュータウンの造成工事に伴う発掘調査が行われ、縄文時代でも 特に古い時期の土器である隆起線分土器が大量に出土したことで知られる。これらの土器はこの遺跡を標識遺跡として花見山式土器と呼ばれることがある。調査の結果、約1400辺の土器、200の石器、縦穴住居の跡と推測される掘り込みが発見された。石器は旧石器時代に使われた戦闘機と縄文時代に使われた石族が一緒に出土しており、 当時の時代をよく表している。出土した縄文時代創造期の遺物は、1995年11月1日付で一括して、市の有形文化財に指定され、横浜市歴史博物館に所蔵されている。また、古墳時代中期前半の住居や遺物も発見されている。なお、遺跡名は、花見山だが、地名は、三花山であり、注意が必要である。また、 遠遺跡の南側には喧嘩山遺跡も存在した。現在遺跡は住宅街となっている。ありがとうございます。